こんにちは、テニスポットの小畑です。今回なんですけれども、ショットがいいのにポイントが取れない方向けての練習方法をお伝えしていきます。ショットめちゃくちゃいいはずだし、自信があるんだけどポイントが取れない人、そういう方は結構狙うところが肝心だったりもするので、今回は下天間コーチと一緒にラリー形式から皆様にお伝えできればと思いますので、最後までご視聴ください。レッスンされてて、そういう方に対してどういうレッスンをするとか。ラリーの段階で深いボールを打つことを意識して、さっきのラリー見てもらったら分かるんですけど、深いボールを打てば小畑さんの位置が結構下がるので。確かにめっちゃ下がりましたね、はい、深いボールをまず打つことを意識してます。確かにボールが深かったんで、目に見えたスピードはそんなに速くなかったんで辛かったです。そういうところを意識してます。この的はそういう意味も持って、じゃあ的を打って、それより深いところを意識してます。じゃあこの後実際にポイントにつながるようなパターン練習したいんですけど、ここからじゃあちょっとメニュー提案してもいいですか。はい、じゃあ次やっていきましょう。じゃあちょっと次ポイント練習やってくださいけど、今この2個の的を置きました。でこの時に意識してるのは、テニスコートを4分割、半面を2分割、半面を2分割みたいな感じで4分割して、で外の2マスを狙っていくと、やっぱり相手のポジションが外で、はい、中にいると相手ってやっぱ止まって打てるので、基本的には外に打ち出して、プラスさっきやった深さを意識、例えばここのベイビーステップを9分の1狙える、はい、それができるとやっぱり相手のポジションって下がるし、すぐに追い出せるので、その状況を結構これちょっと2人で練習してみましょう。はい、はい、これでもよかったです。どうですか、的を置いた感じは。試合の時にやっぱ狙う場所が結構イメージできたので、まあ、ベイビーステップのマスを見えました見えましたね。 A ちゃん慣れました、はい、なので結構これイメージしてないんですけど、クロスだけとかストレートだけとかでイメージしちゃうと、クロスのここのど真ん中だったら全然相手動かないです、はい、やっぱ追い出せないんで、ストレートで止まらないし、決めようとすると無理してミスする。無理しないためにも4分割して打ってあげれると結構楽になるかなと。まあ、あの演技ですよ、皆さんやられてるのはとか言って、ちょうど普通にボコボコにされたんですけど、結構、こういう風に追い出せると、ポイントが取りやすくなるので、はい、ポイント練習の際は皆さん、意識してみてください。はい、では今回の動画では、ショットがいいのに、ポイントが取れない方の練習方法をお伝えしていきました。ちょっと今日手伝ってもらった下天間コーチの自己紹介を簡単にしてもらいたいと思います。東京国際大学1年生の下天間光です。皆さんには実践的なアドバイスをできるように、頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。あれですよ、修造チャレンジだ。あ、そうです。参加しました。どうでした？やっぱ熱い男でした。熱い男だったもん、はい、はい、では今回はこの動画で以上になります。私の YouTube チャンネルではこのようにテニスを上達するためのポイントだったりとか、怪我をしないテニスの方法だったりを発信しておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。下天間コーチがイケメンだと思った方もチャンネル登録お願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。